小住雅子は、北海道千歳市出身の元女子、スピードスケート選手である。2010年バンクーバーオリンピック女子団体、パシュート銀メダリスト。血液型は A 型。駒沢大学附属とマコマ高校卒業、元第一所属。福島県福島市出身の両親の元に生まれる。名前は、女優の夏目雅子から、大ファンだった母親が名付けた。強く美しく、 ひまわりのように育ってほしいと願いを込めた。なお、本人の誕生日は、夏目雅子の一周期の日にあたる。千歳市立日の出小学校の体育の授業で初めてスケートをしたのがきっかけでスケートを始める。小学校時代は、大会で勝つと夕張メロンがもらえるという理由で、トライアスロンに熱中していた。千歳市立青葉中学校を経て、スケートの強豪校である。 駒沢大学付属とマコマイ高校に進学した。高校卒業後、高校の先輩で同じ長距離の田畑真希の紹介で大地に入社する。2006年鳥のオリンピック出場を目指していたが、左足の骨折で日本代表の座を逃す。その後は体重がなかなか減らず、また練習にもついてこれなかった。以後1日4回のランニングや食事制限で体重を落とした。 2005年の世界ジュニア選手権総合では7位入賞を果たす。以後頭角を表し、日本女子の長距離界のホープとして期待され、各種大会で実績を残す。2007年アジア冬季競技中国長春大会3000メートルで銀メダルを獲得し、ワールドカップ2008から09では、ベルリン大会の女子3000メートル決勝 A3 位で表彰台を獲得した。 2009年の世界選手権アジア地区予選で 1500m5000m を制して総合優勝すると本大会でも5000平方メートルくらい総合4位に入る検討を見せた。ワールドカップ2009から10ではソルトレークシティ大会で2010年バンクーバーオリンピック出場を決める。オリンピックでは女子 3000m で6位 5000m で7位に入賞し、 女子団体パシュートでは、小平奈緒、田畑真希と共に、日本女子、スピードスケート界史上初となる、銀メダルを獲得した。2011年アジア冬季競技大会、カザフスタンアスタナールマトイ大会では3000メートルと5000メートルで、金メダルマススタートで、銀メダルを獲得した。小さい頃から食べることが好きで、高校時代には、カップラーメンの早食い大会で、 3分間に23個食べて優勝した。ちなみに、商品は、じゃがいも1年分で1個ずつ自分で数えてもらったという。2014年4月22日に現役引退を表明した。日本代表のスタッフからは、不思議ちゃんと呼ばれていた。愛称は、ホーズ。ありがとうございます。